は近づくな、奇妙が目をひん剥き待っている、この世のモノとは思えない、魔物が身をよじり潜んでいる、だけど僕は老人と犬を引き連れて、寂れた小道をかき分ける、そうさ好奇心にかきたてられて、扉を開ける、気づけば腕足無くなってた、痛みも受け付けない程のスピードで、どうぞ。